藤原秀平。藤原の秀平は、平安時代末期の武将。欧州藤原氏、第三代当主。陳不将軍、陸守。藤原本平の嫡男。方言2年、1157年、父、本平の死去を受けて、家督を相続する。奥六軍の死となり、出羽国、道の区国の王領死となる。両国の一縁に及ぶ、軍事。 警察の権限を司る官職であり、諸軍の軍事らを主体とする武士団十七万機を統率するものであった。この頃、都では方言の乱、平時の乱の動乱を経て、平家前世紀を迎えるが、秀平は遠く、欧州にあって、独自の勢力を保っていた。この時代、欧州藤原氏が館を置いた平泉は、平安系に次ぐ人口を誇り、仏教文化をなす。 大都市であった。秀平らの財力は、欧州名産の馬と金によって支えられ、豊富な財力を持って、たびたび中央政界への貢義金、組米、自社への寄進などを行って、評価を高めた。また武つ守として下校した、陰近神、藤原元成の娘と婚姻し、中央政界ともつながりを持った。を2年、1170年5月25日、従務医した。 鎮守府将軍に助任される。右大臣、九条金実は、極用の中で、秀平を、欧州の遺敵と呼び、その就任を、乱世の下と嘆いている。との貴族たちは、欧州藤原氏の計り知れない財力を認識し、その武力が、天下の形成に関わることを恐れながらも、得体の知れない蛮族と下げすむ傾向があった。この、欧州の遺敵や、えいという別称を、 秀平は意識していたと考えられており、原平の合戦の際に一つの勢力に加担しなかったのも、普段は別称を用いて下げ済む傾向があるのに、自分たちに都合のいい時に欧州藤原氏を頼ろうとする姿勢に不満を抱いていたことも、中立の立場を堅持した理由ともされる。安元の頃に、倉間山を逃亡した源氏の御蔵氏である源義経をかくまって養育する。 自称4年、1180年、義経の兄、源頼朝が、平氏打倒の兵を挙げると、義経は、兄のもとへ向かおうとする。秀でらは義経を強く引き止めたが、義経は密かに館を抜け出した。秀でらは惜しみながらも止めることを諦め、佐藤継信、中心兄弟を義経につけて、欧州から送り出した。要は元年、1181年4月頃、 秀平に対して、頼朝を追悼する院前が出されたと、刑で、噂となる。8月15日、秀平は、15以上、ムツ守に除任される。同時に、越前守に、平地下房、越後守に、平助職、城長主げを任じた。これらは、平の清盛亡き後に、平家の当領となった、平宗盛の推挙によるもので、前年に挙兵した。 鎌倉の頼朝や源の義仲を牽制する目的であ。九条金金は、この叙人も、天下の恥、何事か、これにしかんや、悲しむべし、悲しむべしと嘆き、また賛義、吉田爪房も、人もって、サタン、サタン、嘆くことす。ゆえに記録することあたわずと、日記、吉記に記している。秀平は、平家の、暗いうち、 会員を与え加担させるに乗ることはなく、自称、呪衛の乱の内乱期に、源義仲や兵士からの軍病動員要請が、案も決して動くことはなかった。一方で、元略元年、1184年6月、平家によって、焼き打ちにあった東大寺の再建に報じる、都金料金を、頼朝の占領に対して秀平は、その5倍の5占領を納め、 京都の諸勢力との関係維持に努めている。平泉は京都と坂東の情勢を洞察した秀平の外交的手腕によって戦火に巻き込まれることなく平和と独立を保ち続けた。しかし文治2年1186年平家を滅ぼして勢力を拡大してきた鎌倉の頼朝は道の区からとに蜜植えする馬と金は 自分が仲介しようとの書状を秀デに送り牽制をかけてくる。現氏の仲介などなしに直接京都と交渉してきた欧州藤原氏にとっては無礼な申し出であり、秀デを頼朝の会に位置づけるものであった。秀デは直ちに鎌倉と衝突することは避け、馬と金を鎌倉へ届けた。頼朝の言い分を忠実に実行する一方で、 もはや、鎌倉との衝突を避けられないと考えた秀平は、文治三年、1187年2月10日、頼朝と対立して追われた義経を、頼朝との関係が悪化することを覚悟で受け入れる。文治三年、1187年4月、鎌倉ではまだ義経の行方を占う祈祷が行われている頃、頼朝は朝廷を通して、以下の三事について、秀平に要請してくる。 当である、秀平は、と返答している。よりともは秀平が因前を思んせず、ことに恐れる気配がなく、普段の要請も承諾しないのはすこぶるきっかいであると、して、さらに圧力をかけることを要請している、玉葉文治三年九月二十九日。九月四日、義経ねが秀平の下にいることを確信したよりともから、秀平入道が甘いを守る。義経をねをして、 反逆を企てているという訴えにより、院長下し踏が道の区国に出された。秀平は、威信がないと弁明しているが、この時よりともが送った座敷も道の区国に派遣されており、すでに反逆の用意があるようだと報告しており、朝廷にも欧州の情勢を根性している。このわずか2ヶ月後、吉経が、 平泉入りして9ヶ月後の文治3年、1187年10月29日、秀平は死去する。秀平には6人の息子がいたが、後継者は、正室原の次男、安平だった。しかし、即室原の長男、国公も、愚官将に、武者柄ゆゆしくて、戦の火も抜け出て、あっぱれ者やと見えけるにとあり、諸子とはいえその存在感は大きく。 一族の間では軽下りの家の娘から生まれた安平よりも身近な一族の娘から生まれた長男で武勇優れた国公への期待が高かったとも考えられる。このような状況から異母兄弟の中は倹悪で鎌倉の頼朝が諸し国公と接触して味方に引き込み一族を分裂させるという危険性があった。この欧州藤原氏に限らず 後継者になれなかった者に敵対者が接触して、分裂を煽り、一族の弱体化を図るというのはよくある、謀略であった。秀ではそれを恐れていたと思われる。秀では、両者の融和を解き、国公に、自分の性質である、藤原元成の娘をめとらせて、義理の不死関係を成立させた。国公にとっては義母であるが、ご家は強い立場を持ち、兄弟の後継役である。 藤原元成が学府となり、後継者から外された国公の立場を強化するものであった。これは、兄弟間なら対立、構想があり得るが、親子は原則としてそれはあり得ないので、対立する国公と安平を義理の不死関係にし、後家として強い立場を持つことになる藤原元成の娘をめ取らせることで校の立場を強化し、兄弟間の衝突を回避したものと考えられる。 それほど、兄弟間の関係は賢悪で、秀平が苦慮していたことが伺える。また、初代、清平、二代、元平も、兄弟と争った経緯があった。そして、おのおの、こと心なきよう、国公、安平、義経の三人に起承文を書かせた。義経を主君として休止し、三人一味の結束を、もって、頼朝の攻撃に備えよ、と遺言して没した。 兄弟間や一族の創国、頼朝からの襲撃を危惧しながらの死であった。この処置のおかげでこの二人の兄弟間の衝突に関してはひとまず回避され、家督は安平が継いだ。秀平の聖母については安倍宗党の娘とされているが、一説に元平が安倍宗党の娘を正室に迎えたのは家督継承後で、それ以前に秀平は生まれていたとされる。 このことから、秀平の聖母は元平が、家督継承以前に迎えていた妻ではないかという推測もある。なお、父親である元平と秀平自身のミイラの分析から、血液型は元平が A 型で、秀平が AB 型であることは、はっきりしているので、秀平の聖母が誰であれ、彼女の血液型は B 型か AB 型と推測できる。 秀平の遺外はミイラとなって現在も平泉にあり、中村寺根治堂動趣味団の金冠内に収められている。昭和25年1950年3月の遺体学術調査、中村寺と藤原四大朝日新聞社編、昭和25年8月30日観光、中間報告では、金色堂の西北、堂に向かって右が元平団。 西南道に向かって、左が、秀平団として調査が行われたが、その後の最終報告によると、元平と秀平の、遺体がであることが判明し、現在は向かって、右の西北が、秀平団とされている。平成6年、1994年7月に、中村寺により上司された、中村寺五遺体学術調査最終報告によると、秀平は、 身長1 6 4トル、怒り型で、肥満体質、腹がよく突き出していたと思われる。幅広く厚い胴回り。鼻筋が通り高い鼻、顔は長く顎の張った、大きな顔。太く短い首。重度の思想の往路で虫歯もあり、美食の結果かと思われる。レントゲン検査によると、脊髄に炎症があったとされて、死因は背骨の外傷から菌が侵入して、 その感染を受け、骨髄炎性脊椎炎内視は、脊椎カリエスかと想定される。骨髄炎性脊椎炎により、敗血症を併発していた、ともされ、病床についた時間は長くなく、死に至ったと考えられている。また、骨髄炎性脊椎炎の影響で生前は、脊椎硬直があって脊椎が曲がらず、晩年は合症できなかった可能性もあり、高血圧。 むくみの状態が見られ、腎疾患、心機能不全などが見られた。血液型 AB 型。死亡年齢は60歳代70歳代くらい、あるいは70歳前後。右手首に数種玉の跡が2列並んでいた。一体に添えられた副葬品は、木製の杖、木製、ガラス製の念樹、金装の水晶椎玉、黒漆塗り立ち所残片、ラ、シラーや錦。 近藤鈴など、京都のそれに勝るとも劣らない、東大一流の工芸品であった。ミイラをもとにした、秀平の復元模型が存在する、参照。栃木県蒙岡市にある返上寺の古事市によると、日立坊海村は、藤原秀平の命を受け源義経の、故郷和歌を、日立入道年にし、伊達智宗に託したとの記録が残っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。